京都市山科区に暮らす80代の女性。2年前、アルツハイマー病と診断されました。魚屋してはったやから、あれは前の、もっと前の話やね。なんでなん？あ、そっか。うん。薬を飲み忘れるなど物忘れが増えたことに夫が気づき、病院で検査を受けました。もうこの頃はあれだよこれない物探す時間結構増えましたから、物探すのあれ知らんこれ知らん言うて聞くのが会話の一つになってますわ。根本的な治療法がなく、不治の病と言われるアルツハイマー病。病気が進行すると、着替えなどの日常的な動きができなくなり、寝たきりの状態になります。先が見えない中、光が差したのがレカネマブの開発でした。アルツハイマー病は原因物質の一つとされるアミロイド β が神経細胞を傷つけ、認知機能が低下すると考えられています。レカネマブはアミロイド β 自体を取り除く初めての治療薬です。病気の進行を遅らせ、認知機能の低下を緩やかにすることが期待されています。国に承認され、去年12月から販売が始まりました。記憶が良くなるわけでは決してないんです。ただまあ道に迷うとか、そういうその非常に介助が必要な周りのサポートが必要な能力が落ちるのが非常に遅くなると、すごくいい始まりだなと思ってます。本当に暗いトンネルの中で光が見えない状況だったんで。先月末、夫婦は病院を訪れました。京都府で初めてレカネマブの投与を開始したのです。レカネマブはおよそ1時間の点滴で投与します。2週間に1回の通院を1年半続けなくてはなりません。レカネマブは壊れた神経細胞を再生させることはできないため、投与できるのは早期の患者だけです。点滴が少なくなったね、いうね。そうかな。そうか。女性が病気にいち早く気づけたのは、いつも近くにいた夫のおかげでした。あんまりそんなに病的に悪い言うほど忘れてんのかなとか思って、自分ではそんなふうに思ってるけどね。主人は割り方硬いし、ちょっと物忘れするから。見てもらいたいなとか、そんな話をしてたことがあるんですよ。ね、やったら今行ってるお医者さんに言いなさい言うて。かかりつけ医に相談したところ、大きな病院での検査を勧められたということです。発症間近ぐらいの本当に軽い物忘れだけで、年のせいだってみんな見過ごしてしまうような方が対象になってるんです。で、やはり私もそこで周りが気づいてくれるかどうかっていうところが問題なんで。まあ薬飲んで長生きしてできるんやったら、それはまあ子供にも会えるやろうしね。2人でいればまあ元気やったら旅行行ったりなんか、そこら要は遊ぶことをして。新しく始まったアルツハイマー病の治療。周りの気づきが希望の光となります。はい、改めてこちらが期待されているアルツハイマー新薬のレカネマブです。はい、レカネマブは2週間に1回1年半点滴を投与する必要があります。効果なんですけれども、完治を目指すというものではなく、軽度の症状の進行を2、3年遅らせる、症状の進行を緩やかにさせるといったものです。そして自己負担額の一例なんですが、70歳未満3割負担でおよそ9万9,000円、70歳から74歳2割負担でおよそ6万6,000円、75歳以上1割負担でおよそ3万3,000円と、高価なものではあるんですけれども、医療費が一定額を上回った場合、差額が返金される高額療養費制度などが対象となれば、この負担額もさらに軽減していくということです。治療を受けている女性にお話を聞くと、施設に入ると月最低20万円が必要、それに比べると負担は少ないとお話しされていました。やはりその早期発見というのが、このアルツハイマー病何よりも大事になってくるんですね。で、このレカネマブの治療対象となるのが、物忘れが多くなったなという軽度認知障害、さらに日付などが思い出しにくくなったなという軽度認知症までに限られてしまうんです。やはり早期発見大事。そのためにどうすればいいか、音羽病院の和田先生に伺いました。早期発見のためにはまずは本人の自覚がやはり大事。チェックポイントとしては、メモをしないといろいろ忘れることが増えたなといったこと。さらには家族の定期的チェックも大事だということなんです。チェックポイントとしては、同じ話をあえて3ヶ月後、半年後にしてみる。そういう時に相手が「そんな話前してたっけ?」などといった反応があるといった場合には、病院の受診などが必要かもしれないということです。今回取材させていただいたご夫婦も、かかりつけ医に相談したことでこの診断につながったということで、早期発見に至ったということなんで、山田さん、周りの方がやっぱ気づくっていうことが大切ですね。治療薬ができた段階でですね、この認知症に対する我々の対応変わると思うんですね。つまり認知症検診やっても、今までは希望がないから診断されたら絶望するだけだったじゃないですか。でもこれからは検診を受けるということが一つの我々の行動形式になるかもしれませんね。乳がん検診みたいに。そうなってくると、おっしゃったように薬の値段も下がってくるでしょうし、いろいろな設備も整ってくるので、かなりこれは画期的な将来の高齢者の方に対するですね、明かりになるような気がしますね。そうですね。まだ投与してもらえる病院というのは限られているということでもありますので、治療を受けやすい環境というのがもっと広がればいいなというふうに思います。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。